いやね、いつもこういう時ね、女の子選んでやってるんですけど、どのゲームでも。今回はね、あえて女の子でいきたいと思います。よし、あとは待つだけ。おお、すごい、荘厳な天球みたい。あらー、これ何今の。なんでヤーしたの。うわー、フレームレートがフレームレートがすごいぜ。驚異のフレームレート無制限。おお、100点中170億点でお願いします。この時点でこちらアンビーデマラ、なんでもやジャトヤの従業員デマラ、ある事故によりアンビーね、私デカマラみたいな名字してるね。18号。なるほどな。はぁ、でっかー、マジで。でかすぎだろ、さすがに。でかー、はぁ、なんやこのヘッドホン、耳に対してでかすぎだろこれ。どうなってんだよおい。おお、登場ボイスおもろすぎる。撃破する。アンビー交代だ。ういうい、おもろすぎる、ここ。スペース決まったときおもろすぎだろ。あーあああ、止まんねえや、もうこれ。そこだ、サン。おいー。すげえ、これマジで。気持ちよすぎだろ、これ。ターゲットを排除する。おお。エレンやるか。なんやねんこの尻尾、えぐいよマジで。回避を長押しまたは2回押すと優秀状態に入る。素早くダッシュで移動できる。優秀状態中に通常攻撃を押すとクイック強撃を放ち、氷属性ダメージを与える。クイック強撃が命中すると給湯パワーを1ポイント。これか、これで3ポイント。左上に溜まってます。給湯パワー。給湯効果発動すると通常とダッシュ攻撃か給湯パワーを消費して、氷属性ダメージを大量に与える。突したらこれが10ポイントぐらいになるのかな。エネルギーが溜まってる状態で強化特殊攻撃を押すと強化特殊スキル一掃、氷属性ダメージを大量に与える。発動後エネルギーが十分な場合、再び特殊攻撃を押すと強化特殊スキルシャークトルネードが発動し、氷属性ダメージを大量に与える。強化特殊スキルが敵に命中した場合、給湯パワー1ポイントを獲得。スキル発動後そのまま通常攻撃の3段目につなげることができる。いや、強っ。最初のピックアップなだけあるな。ターゲット確認。私はチョキ、あんたはパー。おお、やにその足、なんすか。まあ1回も当たってないから、1回ぐらい当たってくれてもいい。
え、どこでわかんだろこれ。どっかわかるタイミングがあるはずなんだよ。ここか。うん、S の演出が見てよ、まず。おう、これだ。うっしょー、デラックス。羊ライカン、ライカン出た。お使いいたします。S、ついでに雲でいい。何かわかる、これが、これが何なのかわかる。え、何これ。こいつ一発目なの、マジでやばい。これケツチラやばすぎるだろこれ。おい、これケツチラ、おい、あまり俺を舐めるなよ。え、なんか銃で引いちゃった、間違えて。どうお前、疲れたな。まあ2倍だけ買うから言ったんな。2倍を買わないの意味わかんないから。2倍ってつまりただってことだから、倍の分。このインターノット会員っていう月額パスもこれちょっと買わない意味がないので無料なんだよ。とりあえず無料のもんだけ買っといた。無料で出たら熱いな。ジジ、ちょ待って、 GG の判定を早めにしたい。俺はね、そんな無駄な時間を過ごしてる暇ないんだよ。待て待て待て、温度器からや。待て、見せろ確率を、開示せよ。 75% か。あー、びっくりした。あれ、色が違う。うわ、テープの色が違う。イエー、曲変わるんだけど。え、ハエ、ワンパンじゃん、だってうわあ、めっちゃ簡単じゃんこのゲーム。通常攻撃や敵に命中した時、装備者の回心率が 10% アップ。継続時間8秒、ダッシュ攻撃で効率属性を与えた時、装備者の回心率が追加で 10%。 わお、違うんだよね、テープの光が違う。もうもっとギラギラなわけよ、テープが。テープがギラギラだったら当たり。あ、もうこれ、そうです。早っ。え、外れだよな。ちょ、まだ俺判定士としての資格、まだ取ってないから、これ。頼む、マジで。女性ボーカルバージョン来ました。ありがとうございます。まあ言うてね、工場のキャラね、一体も持ってない、まあ一体持ってるけど、もう持ってないようなもんですからね。ライカン以外当たると言ってもいいでしょう。ライカン以外当たりです。はいはい、待ってた待ってた、ご主人様。
安藤、掘削成績ナンバー2。安藤。いいやん。お口がお上手、やかましいわ。ダッシュ攻撃、白氷の急所のクイック攻撃を敵に命中させる。うん。獲得できるキュートパワーがさ。チャージで 6P。 さらに、このポイントを1ポイント消費するために回心率が 2% 上がります。一気に全部通常で吐き切ると 12% アップ。強化特殊スキル連携スキルを発動、またはクイックチャージを獲得したときエレンの貫通率が 20% アップする。はぁ、三重処理している状態でチャージ攻撃を当てると声援を消費することで攻撃のダメージが250%。ダッシュのチャージがむちゃくちゃ強くなるってこと、これなんかあんま、なんかよくわからんの。とりあえずこの貫通率 20% アップっていうのはとりあえずやばいで、まあ余ってるしな、まあ余ってるからな、一つしないのもどうかってとこあるしな。やべえ、まだ違いがわからん、まだ違いがわからん俺。まあサメ結構好きだしな俺、魚の中でもかっこいいし、エロ、うん、かっこいいしな。あ、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 え、3個目、2個目まで一緒、これもしかして。長押しが早いことが判明した俺これ。任務が終わったら打ち上げだよね。マジでびっくりした。ほんほんそんな目と見てもキレはさばらせたげな。いいじゃない、いいじゃないの。え、強い俺、俺このゲーム向いてるかも。え、負け知らず、地元じゃ、地元じゃ負けしか知らなかったけど、ここに来て勝ち、ここに来てまさかの負け知らず来た。いや、綺麗に回りすぎなんだ。分かった俺これ。3段目が綺麗に回りすぎだわ。ガガガガってなるんだよ、当たった時。さすがにちょっとね、良くない。これ以上は。はあ、もうこんな時間か今日。さすがに良くないな、これは。さすがに、何でもかんでもね、課金すればいいってもんじゃない。まあ、最近頑張ったしな。最近頑張ったしな。いくし、なんや、増えてるぞ、ポイントが。あれ、こんなにポイント余ってたっけ？ストーリー進めたからか、これ。ポイントあるなら引いとかんともったいないな。一応、引いとくか、余ってるし。なあ、揺れよテーブルさん、ほんまこれ。でも3人もいい、もう貫突してるもん、20ってことはこれ。もう出てる全部、それ。つまり。もうわかんねん、俺。ビビビビビビ。おぉ。俺の辞書に敗北はねえ。まだ勝ってねえだけだ。Try, try, 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 try,
全勝ここまで。おかえりなさいませ。なんだっけ、セリフめっちゃある。え、俺強え、俺ゼンレスゾーンゼロうま。え、これ俺のこと気持ちよくさせてない？やられてる俺。これ一番最初にさ、俺にこの感覚を味わわせることによってもう抜け出せないようにしてんじゃないのこれ。これ見逃しにニコデカマラ出してくるし、これそういうことだろ。 50% だよな。ボーカル頼む、ボーカル。まあ、インストじゃ満足できんねん俺。ボーカル入れてくれ。ああ、もうインストじゃ満足できんねんで俺。安藤まみれや、安藤まみれや。あと19。こここれやめてほしい、傷つくから。ここのここの S 級確定までっていうのやめてほしい。普通に傷つくから全然出てないと思って。じゃあもう残り19くらいだったらもうほぼ 100% 出るよこれ。そういうもんだから、こういうのゲームってのは。おかえりなさいませ。なんだっけ、出動？いいよ、総角が行くね。あんまり言いたくないんだけどさ、いや、あんまり言いたくないんだけど、こんなこと言ったら多分そうなるから、ぶっちゃけすり抜けるなら今すり抜けるなら今なんだよな。星5の所持率が増えるからすり抜けた時の悔しさっていうのはもう本当に比例的に上がっていくんだよ、回数を重ねるごとに。今が一番すり抜けても傷浅い時に全然すり抜けへんよ。やってんだろこれ、逆にって言ったらすり抜けんだよな。なんでか分かる？監視されてるからに決まってんだろマジで。触りたい。SR とか SSR とかさ、星4とか5とかじゃなくて SAB なんよ。 B の外れ感B の外れ感25。ここやだー、残り表示そろそろ 100% やで。これ嬉しくな、ここで出てもほぼ100で出るもん、ここ1、2、3、4 1 2 3。お願いします。おかえりなさいませ。なんだっけ、 What? 5連勝マジか、 5-0。 え、頼む、全勝してみて、一回でいいから全勝してみたい。いやもう全勝したら一生やるこのゲーム。俺っても死ぬまでやる、墓場で全滅ゾーン0やりますこれマジで。インターネットがこの世からなくなってもやります。だから全勝させてほしい、本当に。死んでもある、仮装して、俺が死んだら、俺が死んだら保養ごと燃やしてくれ。ガクガクせ、もうあかん。なんかさ、毎回当たってるように見えんねんなこれ、目が慣れてないから。目が、ゼンレスゾーンゼロになってないから、
赤も当たってるように見えるマジで。しかもさ、この後のこのテレビバー出てくるとき一瞬 S 映るせいでマジで当たってるように見えるこれ。あー、誰がここで止まれんねんこれ。誰がここで止まれんねんこの状況で。チャンス。違うんですよ。これはね、課金じゃない。みんながするのは課金だけど、これ課金じゃない。応援、そして祝い、祝福、祈り、どうか末永くこのゲームが続きますよ。俺の祈りなんだよ。いやもう胸張って言いたい。小岩さん、前列ゾーンゼロリリースおめでとうございます。ハッピー、おめでとう、おめでとう、リリースおめでとう、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 おめでとう。技術のことならお役に立てると思うよ。やり口がさあ、これ一回勝たせてみたいな、おいギャンブル漫画みてえな展開。もう俺がこれ2万4000円課金してから負けさせるやつかこれ。おい、もしかして俺見たことあるぞそういうの。もう全てのギャンブル漫画がそう、一回勝たせてはい負けみたいなやつ。すごいな、初めてのガチャなのにもうこの BGM ちょっと嫌いになりそうなんですけど俺。このね、ボーカル聞こえた瞬間いい曲に変わるんだけど、ボーカルないと嫌いな曲になる。これは1日目やぞ、1日目に何やってんだこれ。やべやべやべ、ちょっと待って、派手に負けさせられてるこれ。ちょっと待って、派手に負けてる。あと16か。おいマジで負けさせられてるやんこれ。150取られたんだけど、ここでさばらせたげない。スキップしたら一発で出るの、ここが。もう課金したくない。あーもう戻れないとこまで来てからもう。今の一体に2万4000円持ってかれた。いやでもトータリーワース、ここで勝ったら全然ワース。武器一発で引いたし爆勝ちまである。ただね、今回ね、武器以外早めに出ること一回もなかった。全部残り10回とかのほぼ確定の状況で出てる。もうほぼ点、マジで春点秋点ほぼ点のほぼ点だよこれ。ほぼの天皇賞、天皇賞かっこほぼ。最低保証、最低保証安藤やめて、一番ムカつくから。キモすぎマジで。最低保証安藤マジでだるい。え、1万2000入れたよ俺。あと1回しかいけないんだけど、どういうこと。ガクガクせえよ。画面消えた。HDD が乗っ取られたのかな。勝てばいい。勝てば。勝てばもう課金しなくていい。
やねんこれ。スターライトキック、黙れお前。どうか俺の祈りが声を本社まで届きますよ。どうか俺の祈りが海を越え中国上海まで届きますよ。白技重工のメカたちはとびきり優秀な小揃いだよ。でかぶんだよ、なんでかぶんだよ。でかぶんだよなあ、でかぶんだよ。こいつかよこいつ、早く出てくれじゃあせめてもう早く出てくれ、早く楽にしてくれ俺を。インターネットお助けマン早くやりたいね俺は。インターネットお助けマンをでーよ、もうでーよこれ。でな、でなでな、ちょっとトータルトータル変わらん、いつもともう安藤やめて、安藤やめて。一緒、総括はここだよ。一緒一緒、お前総括とか言ってるけどお前すぐ黒やんけ、ふざけんなよ。え、なんかうんこアイスちょっと待って、なんかうんこアイスな、え、気のせいちょっと待って、幻見えたお口の、え、なんかここにうんこアイスなかった今、あれなんかうんこアイスなんかなかった、あれこれここにうんこアイスってなった今、あれこれランダムもしかして、え、ちょっと待って、うんこアイスあったよな、あはっはっは、おいおいおいこれ、うんこアイスあったやん、ほらここ、ほら、いや、俺の目に狂いはなかった、これうんこアイスあったわ。お帰りなさいませ。なんだっけ、ジャトヤにかかれば、万事解決。結構出たね。え、これさ、あれ、え、2でめっちゃ開いたんだけど、ん ?3 あれ、え、ちょ、4以降どうなんのこれ、え、2、あれこれ6分の1ずつ開くんじゃないの、3、え、4どうなの。モノクロで割ろた、おい、モノクロで割ろた、え、服が、あれ、あーおーわーおーあーおーレッツゴーあーおオーマイガーデ、おー、新章映画表示スタイル変換します。お、お、安藤お前まさか、安藤、安藤お前
どうなっちまうんだ。安藤、お前どうなっちまうんだこれ。安藤、嘘だよな、安藤。ん？ハハハハハハ。レディス、レディスも安心。レディス&ジェントルメン、みんな安心。汗が、マジかよ。おい、汗かいとるこいつ下に。おい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 、え？え、どうなんの？あ、え？いやーこれねー、あれ？そういうのもあるのか。勝ちに来てる。勝ちたがってる。な、勝ちたがってんだろ。ほよ、お前。おい。ほよさんよ。気になる。気になる。勝ちに来てるやんだって、これどう見てる。